はい、皆さんこんにちは、サルです。今回は皮膚希望を自作していこうと思います。ダイソーのですね、皮膚希望、まあ、110円のものに、なんかね、裏山で拾ってきたような小枝を使ってね、グリップを作ろうと思います。はい、最近よくですね、ミニウッドストーブを使うことがあるんですけど、どうしてもね、二次燃焼機構とかがないもので煙が出ちゃうんですよね。なんかこう使い勝手の良い皮膚希望ないかなと思って、でこんなの作ってみることにしました。このダイソーの長い皮膚希望が出るよりも前からですね、セリアとかで皮膚希望ってあったと思うんですけど、あれ短いしですね、なんかの吹き口についてる、まあシリコンかゴムかわかんないんですけど、あれがすぐねなくなっちゃったりしてね、あんまり良くないんですよね。でもうちょっとこう使い勝手のいいものをと思ってやってみることにしました。で最初にですね、拾ってきた小枝にちょっと穴を開けてみたんですけど、さすがにね、目分量でやってみるとね、最初ね、こうまっすぐ開けたつもりでもこんな感じですよね。だいぶずれちゃいました。この辺ね、やっぱりこうなかなかね、なかなかうまくならないですよね。これね、胴体ね、11センチから12センチぐらいで切ってます。はい、小枝はね、やっぱね、自然のものなのでね、まっすぐじゃないので穴も開けにくかったんですけど、まあ、これだったらね、人工的にまっすぐに作られているので穴開きやすいかなと思って再度挑戦してみます。これ6ミリのドリルでね、最初に穴を開けてみました。はい、こんな感じでね、これなら全然 OK ですね。で続いてその6ミリのドリルの穴を頼りに、10ミリのドリルで穴を開けるんですが、うちにあったね、10ミリのドリルがね、ちょっと短いんですね。5センチぐらいしかなくて、端っこまでね、貫通しないもので、穴の両端から中央に向かってこんな風に開けました。まあこの辺りはね、家にあるものを使って、わざわざそのためにドリル買うとね、せっかくね、安くね、作ろうとしてるのに意味がないっていうのもありますから、なるべく節約してね、この辺はあるものでやってみたいと思います。まあ、そういうのがね、楽しいんですよね。なんかね、買っちゃうとすぐ解決するんですけどね、意外とあるものでやるとね、知恵を使って体を使って、でこうなんかね、新しいこう発見があったりするので、まあそのあたりがこう DIY の楽しみじゃないかなと思うんですけどね。はい、少しずつね、こういうふうに確認しながらね、工作を進めていきます。せっかくね、木材のグリップなのでね、加工しやすいので、ちょっとね、丸くして感じよくならんかなとかやってますね。まあこれやってる時にね、頭の片隅にベルモントの皮膚希望があったのは確かですね。まあ好きな方はね、使ってらっしゃると思うんですけど、少しそういうイメージで寄ってるかもしれません。はい、先端ね、持ちやすいところに、持ちやすいようにこう親指をね、かけるところを作って丸くしてみました。これね、ダイソーの皮膚希望のね、一番太いところの外径がね、10ミリなんです。で今回開けた穴、木材に開けた穴も10ミリだからね、ぴったりなんですね。非常にフィットしました。もう接着剤がなくてもね、差し込んだら抜けないような感じです。でこれもね、ダイソーのね、砥石、円錐状の砥石を、ちょっとグラインドでね、角度をつけて、で吹き口にすり鉢状の加工をしてます。まあ、この辺り全部思いつきでね、こうやればいいかなと思ってやってみてるんですけど、はい。でまあ丸棒なんかはね、もともとなんか塗装されてたので、ちょっとサンダーでね、周辺削って、天然木もね、突起は削って、持った時にこうトゲトゲしないように、あと穴の内側は筆に紙やすりを巻いてやすっておきました。
これ何してるかというとですね、やっぱりドリルが短かったもので穴の両端からね中央に向かって開けたんですけど、まっすぐにはね開いてなくてね、やっぱ微妙に本当にわずかなんですけどね、中心でずれてたので皮膚希望がね差し込みにくかったんです。それでちょっと長いドリル1000円ぐらいしちゃったんですけどね、直径10ミリの20センチぐらいの長さのドリルを買ってきてねやりました。そうするとねもう完璧です。はい、このね楕円形のねすり鉢状の部分もねすごくこう持ちやすくて、後でテストしてみたんですけど本当にね良かったですね。こんな風にね伸ばしたものを短くするときに先端をね地面に押し付けてこう畳んだりすると思うんですけどね、あれするとねやっぱ先端が細いので石なんかに押し付けてグッとねしまうとね、多少こう先端がね丸いが楕円になったりねちょっと変形したりしそうなので、後でやっぱ先端にはね強化するためのなんか金物とかが必要ですね。はい、穴の位置が直線になるようにね、穴が直線になるように微調整してから差し込みます。はい、いいですね。もうこの部分についてはねうまくいきました。3本目ねちょっともう一回ゼロから作ってみようと思います。天然木でねちょっと穴の開け方だけね集中力がいるんですけど、ちょっと頑張ってねやってみようと思います。ボール板とか使えばねそんな努力もする必要は本当はないんですけどね、はい、もうずれないようにね足で押さえまして、で最初ね細い 2.5 ミリのドリルがあったので割と長いやつ、あれでね、まっすぐなるべくまっすぐ開けてみて、そうするとね多少ずれてもね、少しずつドリルの穴大きな穴を開けていくに従って中央に向かって微調整ができるので、まあ、そんな風な開け方が良かったですね。これちょっと左下に向かって曲がってますよね、位置がね。だから今度右上の方に向かって気持ちね意識して、6ミリのドリルで穴を開けていきます。まあ電動ドリルとかね、ほんとね、便利でね。私が中学生の頃に魚釣り用のね、長い棒浮きを作ってたんですけどね。あんな時はもうハンドドリルしかなかったので、足でね、木の枝を挟んでね、一生懸命やってましたけどね。まあそんな時の経験って貴重だなと思いますね。なんか今はね、なんかこう刃物をね、子供に持たせてはいけないとか、いろいろね、やっぱ危険から遠ざけるようなね、傾向あるんですけど、まあどうかなと思いますね。鉛筆もね削れない子供多いですけどね、まあ子供が悪いわけじゃないんですけど、ちょっと寂しい感じしますね。はい、これリーマーでねちょっと入り口だけはね広げてやってから10ミリのドリルを差し込みます。そうしないとねちょっと暴れちゃうんですね入り口で。まあ木材用のドリルのね形状がねちょっと下穴が開いてるとね中央に綺麗にドリルが入りにくい時があって、リーマーを使って確実に暴れないように穴を拡大しました。はい、こんな感じでね、いいですね。なんかね、ナイフとかもね、こういうので作ってみたいですよね。3本目の、皮膚希望ですね。こちらも、本体部分はこれでいいかなと思ったんですけど、ちょっと穴がきつかったですね。もう一度ねちょっとこうドリルをね出し入れして少し摩擦でね、まあ、わずかですけど径を広げてやれば、こんな風に力を加えるといいところまでね収まる感じです。はい、以上3本本体が完成しました。ちょっとねおふざけでね買ってきた袋に入れてみたんですけどいいですよね。まあ、こんなん売ってたらねちょっと欲しくならないですかね。まあね量販店ではねこういう天然木なんかをね加工して入れることは難しいでしょうけど、
いやー、なかなかね、かっこいいんじゃないかなと思いますね。で、こっからはね、塗装です。これ、ウレタンニスですね。ウレタンニスって、硬い塗膜ができるんでね、ダイニングテーブルのね、天板なんかにね、よくこれで塗ってます。で、これが水性のエポキシ。錆止めって書いてますけど、普通にエポキシ系の樹脂の塗料ですね。すごくね、硬いこれも、膜ができます。便利な塗料ですね。よくこれをね、色をつけたものでね、神社の鳥居とか塗ってますけど。で、これはね、油性の、ステインです。ステインなのでね、こちら水性ステイン。どちらも、木の表面にね、膜を作って固まるんじゃなくて、木に染み込んでね、固まる感じ。木目も見えるし、木肌も持った感じね、残るというね。これもステインですけど、このステインのシリーズはね、結構色のバリエーションが多くって、これパインっていうのは松ですよね。で、ワインレッド色とか、スカンジナビアンレッドでしたっけ、ベルモントのね、皮膚希望の、グリップのような色。で、これはね、ペンキですね。ペンキはね、完全に膜を作っちゃって、表面にね、木の肌感とか、木目も全部消えちゃいます。まあ、ペンキですね。チョコレート色とか黒とか。はい、そういう、まあ、家にあるものをね、使ってなるべくやった方がですね、またいちいち買うとね、余って、場所も取りますので、こういうのもね、まあ、DIY の面白さで、あるもので工夫しながらやっていこうと思います。1本目はね、結局考えた結果、このオイルステイン風の、まあ、水性ステインですね。これでやることにしました。はい。まあ、色とかね、塗り重ねしやすさとかね、まあ、木肌が見えるとか、まあ、そういうのがね、いいかなと思って。これ、マホガニー色って書いてましたけどね、マホガニーよりは明らかに濃いですよね。もう、ウォールナッツなのか、なんかそんなね、感じの色です。塗るときはですね、まあ私は素人なんですけど、必ず一番目立たない部分、そしてこう形状がね、ちょっと複雑で塗りにくい部分、まあ、大体そういうところから塗るとね、楽ですね。はい、塗りにくい部分なので、まあ穴が開いてたりね、凸凹してたり、見えにくい部分、皮膚希望をね、手に持って吹き口の方が見えるんですけど、反対側はね、普通目に入りませんので、で、最後に、この一番簡単に塗れる、全体をね、ベターっと塗れるところ。そこを塗ると、まあ、広い面積塗るときには、もう同じ方向で筆を動かして、ムラもできにくいので、一番こう、綺麗に仕上がる、じゃないかなと思います。うん。なんかね、慣れないと一番塗りやすいところから、色を置いちゃいますよね。まあ、それはね、けどね、あまり良くないですね。はい。まあ、本業の塗装屋さんが聞いたらね、私なんか超素人ですから。なんか恥ずかしいんですけどね、そんな感じです。ステインはね、1回目うまく塗れなくてもね、2回3回重ね塗りしたら必ずかっこよくなるのでね、気にする必要はないですね。で、2色目ちょっと明るい色がいいなと思って、このパインのステインをやってみようと思います。明るい色ってね、どんな塗るかわかんないので、まあ、そういう時はね、特にね、目立たないところから塗るというかね、できればその前になんか別のとこにね、もう薪でも端材でも何でもいいので塗ってみて、色の感じを見た方がいいですよね。これでいいなと思ったら本体部分に塗っていきますが、やっぱこう一番目に入りにくい、塗りにくいところから順番にやります。多分こういうね、棒の場合だったら両端からですよね。吹き口のとこもね、塗った方が良かったんですけど、ちょっと持ってる平筆がね、吹き口の穴の中塗るには塗りにくいので、あそこはまあ後ですることにして、それ以外のところをまず塗っておきます。はい。まあ、ムラにならないようにするためにはね、筆は返さない方がいいとか、まあ、広い面積塗るんだったらそんな感じでしょうね。これぐらいの小さいものだったらね、別にそこまで神経質になる必要もないかなという感じです。高い筆とかを買うとね、やっぱ毛が抜けにくいとかね、いいこといっぱいあるんですけど、私もね、高い筆も買ったことあるんですけどね、まあまあそんなにね、安いからといってど失敗するというほどの差は感じなかったので、まあ所詮素人ですからね、大した塗り方もできませんし、1本100円程度の筆でやってます。で、こうやってね、カラーを2本塗った時にちょっとやっぱりね、カラーよりも無色透明のね、思いっきり木のね、樹皮がね、見えるものがいいなと思ったので、3本目はね、
ちょっと別の場所からね、この無色透明のステインを出してきました。無色透明の場合はね、もう一番塗り方は簡単です。どっから塗ってもムラなんか、ムラできませんのでね。こんな感じでもう適当にやってますけど、これちょっと白っぽく見えますけどね、乾いたら完全に無色で透明なステインになりますね。どうでしょうね。で、あの、カラーのね、やつについては、塗り残したところをね、ちょっと乾いた後塗っていきます。これ内側のね、ところも、やっぱこう、木が見えてるとね、なんか塗り残したのかな、みたいな感じで、特にこう、吹き口ですから、目に入りますからね、そういうとこはきっちりやっとった方が、なんか気持ちがいいですよね。こちらもそうですね。もうこの筆もね、あの水彩絵の具用の筆だったと思いますね。もう1本本当に100円とか、3本で100円とか、そんなやつかもしれませんね。なんかですね、どっちかっていうといい筆を買うよりは、もうあの、1回使ったら捨てるっていうね、使い方した方が、なんかね、塗るときにね、失敗がないような気がしてます。私の場合は大体そんな感じですね。まあ2度塗り3度塗りってやっていけばね、必ず色が締まった感じでかっこよく仕上がります。どうですかね、この皮膚規模ちょっとかっこよくないですかね。いやー、いい出来だと思うんですよね。完全に自画自賛ですけどね。いやー、いい出来じゃないかなと思ってます。こんな感じですね。はい、続いてこちらはナチュラルですね。いや、なんかこれもなかなかですね、かっこよくないですかね。もう完全に自画自賛ですけどね。吹き口はね、ちょっとこう空気を入れやすいように、ここね、口で触りたくないので、こう手で持って、この手の指に口を当てて吹こうかなと思ってます。まあね、ちょっと離したところからね、細い息を吹き込んでね、この入り口の周りの空気も巻き込みながら、こう火を吹くなんていうのもね、あの高等技術であるみたいですけど、まあ、あの焚き火してる時にあまりそういうことを考える余裕がないというか、冷静じゃないというか、まあ、アルコールが入ってるというか、まあ、そういうことが多いので、まあ持って口を当てて吹きたいなというふうに思ってます。はい、で最後ですね、丸棒で作ったやつは、丸棒らしいなんかマスタードを塗った、ソーセージにしか見えませんが、こういうね、まあ、中の方まで見えるところはあの細い筆で塗装したので、もう乾いてるかな。まあ、ステインなのでね、この持った時に木の 肌感がね、感じられるし、こう木目もね、微妙に見えてるっていうのがね、ステインのいいとこです。はい、これは丸棒で作ったやつです。はい、以上ですね。こんな感じで、3本完成しました。このね、あの、ま、丸棒のまん丸よりはこうちょっとこうね、横に楕円っていうかね、幅広の方がですね、あの指で持って口を当てるときにね、やっぱやりやすいですね。あの人間の口の形がね、やっぱ横に広いですから、まん丸じゃないですから。まあ、そんなね、発見はしました。使い勝手はね、今後また確認していきたいと思います。はい、ということで、ここまででね、絵をまか土台、あの本体の部分はね、3本できましたので、こっから先はね、先端の金具、これを長ナットで作っていこうと思います。M6 サイズの長ナット、ホームセンターにあります。この左側のやつですね。はい、これを使ってね、ちょっとかっこよくしていこうかと。で、最初に買ってきた長ナットがですね、べったりなんかあの値札なんですけど、シールでね、糊がひどかったのでね、ちょっとペイント薄め液でこうやってね、糊を溶かして通りました。ペイント薄め液便利ですね。あのプラスチックとか塗っちゃったら溶けるのでダメですけどね、ガラスとか金属のあのなんかベタベタはね、きれいに取れます。で、最初ね、どういう削り方がいいか分かんなくて、こんな風に布やすりにね、押し当ててドリルで回してみたんですけど、全然ダメですね。これ長すぎるんですね、ボルトが。途中で外れてしまって。
なんでちょっとボルトもね、もう半分に短く切って、で今度はこう布やすりをね、こう手に持って挟んでですね、ドリルで削ってみました。まあ、削れるは削れるんですけどね、それでもやっぱ結構硬いんですよね。これステンレスとかならもっと硬いんでしょうね。ユニクロだったんですけど、もう最後の手段はやっぱりグラインダーでね、やるのが一番早いです。ちょっと緩んだので締め直しまして、でグラインダーでまあ大まかにね、ちょっと削り取って形を作っていくと、まあこんな風にできます。まあグラインダーなんでね、かなりデコボコとしてますけどね、大まかには形が整ったので、次に、滑らかにするためにこの100番の布やすりを使ってドリルで削っていきますね。結構ね楽しいですこの作業は。綺麗になっていくんですよ。長ナットがね、六角形からこう丸くね変わっていくようなね、作りがねできてね、結構楽しいです。はい、こんな感じでね、結構どうですか、かっこよくないですかね。まあ、これね、先端につけとけばね、本当に皮膚規模の先端が曲がるとかね、傷むとかいうことがないので、これでね、2本目の、長ナット先端を作ってます。ちょっと今回はね、金属のヤスリで削れば早いかなと思ってやってみたんですけど、まあダメですね、これもね、やっぱこううん、難しいですね。どんなやり方が一番いいかなと思ってね、結局やっぱグラインダーでやるのが早かったですね。でも私が持ってる電気工具の中で、ね、やっぱグラインダー一番使用頻度が高いですね。一つ持ってると便利です。グラインダーとそしてドリルでしょうね。3000円とかね、5000円ぐらいのね、別にそんな高いものじゃなくていいと思いますね、最初はね。慣れてくるとですね、やっぱこう回転数とか、なんかね、モーターのパワーとかですね、まあ静かさとかですね、まあいろいろ、こだわりたくなると思うんですけどね。まあ、安いものでも全然作れますのでね、こういうのあると便利です。まあ前回よりナイフを削ったりですね、これを皮膚規模の先端を磨いたりですね、金属加工をすることが増えてきましたけどね、なんかハンドル作ったり、まあまあいいですよね。火に強いのでね、まあ耐久性もあるので、木工と違ってやっぱ金属加工はそれなりに面白いです。はい、で先端、今度はですね、ちょっと六角形を残したまま先細りのものを作ってみようかなと。まあ、せっかく3本作るんでね、3本ともちょっとずつこう違うものを作って、使い勝手を比較したいなと思ってます。はい、なのでね、3本目はこう、はい、こんな感じでね、ちょっとこうドリルじゃなくてね、直線的に削っていきますね。そうするとこう六角形が残ったままね、先っぽが細くなればいいなと思ってます。そうですね、近づいてきました。まあ、これはこれでね、またちょっとね、さっきとは雰囲気が違って、まあ、丸い方がね、なんかこう美しいというかね、柔らかいというか、そういう意味では四角い方がね、なんかこう武骨でいい部分もありますよね。まあ人の感じ方それぞれなんで分かんないですけどね。まあ楽しみながらやってます。だいぶ近づいてきましたね。なんかね、いいなという感じです。これね、紙やすりなんですけど、60番ぐらいのね、粗いザラザラしたやつですね。まあ、削れるのが早いですね。布やすりがやっぱ強いんでね、安心ですけどね。ドリルとかで特にやるならね。
もうね、綺麗になってきました。あの240番のね、粒の細かい、ちょっとね、最後ドリルで仕上げてるので、だんだんね、こう光沢が出てきますね。傷が少しずつ消えて。完全に六角形なくしちゃうとね、あのスパナが使えなくなるのでちょっと注意です、はい、いいですね。なんかのね、玉みたいですけどね。まあまあそれはともかくね、ちょっと綺麗になってきたのでね、さらに磨いてみたいなと思って。こんなことする必要ある方全くないんですけどね、フェルトのディスクを使ってちょっとね、磨きを入れてみました。これは遊びです。で、こう、ペースト、あの、金属磨きというか、これは多分、あれですね、錆落としですけどね。まあ、似たようなもんです。ああいうものをつけてね、さらにこう、磨いてみると、どうなるかなというとですね。ちょっと見にくいかもしれませんけどね、もうね、ピカピカなんですよ。あの、フェルトで磨いた部分。めっちゃね、光ってるね、綺麗な感じです。ということで、3つ、できました。はい、もうなんかのね、あれにしか見えませんけどね。これね、M6 というネジはですね、内側の径があの6、5ミリなんです、ちょうど。で、皮膚規模の先端もね、外径が5ミリなんです。だからね、ぴったりはまるんです。もう、ね、ちょうどいい感じ。そうなんですよ。これがね、またね、それが M6 を選んだ理由なんですけどね。うん、ぴったりはまる感じです。まあただね、使ってたら何かの拍子に抜けちゃいますから、最後に瞬間接着剤を染み込ませて仕上げてみました。